ゆうほの言いたい放題。宿よ、密教先生術の注意事項、欲すくを例に。こんにちは、岐阜県鏡ヶ原市の高野山真言宗高家寺住職、ハンドルネームゆうほです。今日は密教先生術についての注意事項のお話ですけれども、西洋先生術や四柱推命など先術すべてに通じるお話でもあります。いろいろな占いをされる方は参考にしていただければなぁと思います。宿用、つまり密教の先生術で欲すく、サンスクリットウッタラパルグニーと言いますけれども、この翼という漢字にはですね、全く意味がなくて、そうですね、高松塚古墳やキトラ古墳の壁画、まあありますよね。あれは古代中国の28幅が描かれているんですけれども、これはインドを起源としている宿用とはもう全く関係がありませんので、まあ漢字を表現するために仮にその言葉を使った、まあそれだけに過ぎませんから、この翼という漢字には何の意味もないので、その点ご了承いただければなと思います。で、まあこの私のビデオでは伝統ですので、ウッタラパルグニーではなくて欲すくという言葉をあえて用いますけれども、その点ご了承ください。この欲すくはとても良いすくようなんですよね。この欲すくと呼ばれるその天の空間があるんですけれども、そこに月がある場合、その日は何をしても良いって言うんですよ。土地の売買、土地の増設、農業、商業、購入をはじめとする、まあ、最初に行う、まあ、種まきのようなもの、それから建物を建てたり、乗り物を手に入れたり、もう何でもありの吉日なんですね。敵に、恩敵に勝つのもよく、その敵と和合するのはもっとよく、薬を飲むのにもよく、戒律をよく保ち、伏せをするにも良い日とされています。もうとにかく何でもありという日なんですよ。さらに、この欲すくに月がある時に生まれた人は、頭が良く、見た目も良く、乗り物を大切にし、穏やかな口調で、音楽を好み、害をなす者がいないとされています。まあ何をするにも最高の日であり、この日に生まれた人はスポーツ万能、頭も良く性格もいい、まあいわゆるスーパー人間ですよね。ところがインドの先生術をこの欲すく、ウッタラパールグニを覗いてみますとね、この素晴らしい内容に対してちょっと待ったが入っていたんですね。まあそれをまとめてみますとこんな感じです。何をしてもそつなくこなすあなたは誰からも称賛を浴びます。あなたには小さな失敗がないからです。ところが何でもそつなくこなすために壁にぶつかることを理解できません。現代風に言えば、受験に失敗した人の気持ちがわからない、出席できない人の気持ちがわからない、運動できない人の気持ちがわからない、絵を描くことや音楽ができない人の気持ちがわからないなど、普通どれかは当たるはずなんですけども、この欲すくの人はその感覚がとても薄いようなんですね。そのために自分と違う意見がねあったとしたら、その相手を押し込めてしまったり、自分が最高、いつの間にかお山の大将となって、だからこそ孤独になりやすい。そして時には周りから誰もいなくなってしまいがち、まあ、これが欲すくのちょっと気をつけねばならぬところとインド先生術では述べてるんですよ。でもね、この言葉本当に大切だと思うんですよ。世間的に素晴らしいと思うこと、まあそういうような思うような財産を得たり、願い事が何でも叶うような人生は、人としての深みが欠けてしまいがちだからです。だからそうしたぶつかりのない人生が良いとは限らないんですね。人は多くのぶつかりがあり、壁があるからこそそれを乗り越えていく、それを日々成長していくという楽しみがあるんですよ。困難は人を育てるということかもしれませんよね。何もかもが揃って何不自由なく生きていると、逆にそれが不自由に感じてしまうのかもしれません。
良いと思っていることが悪かったり、悪いと思っていたことが良かったり、それは最後の後始末なのかなとも思います。例えば身分の高いところに生まれれば、お金とか人からの称賛は常に得られるけれども自由がありませんよね。でも一方、自由であると今度はお金の問題で苦労したり、人と人との関係で苦労したりとかしていくもんなんですよ。それはやっぱり物の見方かもしれません。まあおそらくこのような文章が出てきているのは、欲望が丸出しになりがちなインド占星術ですから、その反動で逆に聖なるものの追求も行う。やっぱりこのインド宗教ならではの解釈なのかなと思います。もっと言えば、この解釈というのは大乗仏教にも大いに通じるところです。真言密教の解釈の仕方そのものといっても、過言じゃないかなとさえ私は感じました。良い悪いはその人の捉え方次第。事実に良き悪しきはなくて、それをどのように解釈するかはそれぞれの人に委ねられている。この人にとっては正義であっても、この人にとっては悪かもしれないでしょ。例えば A と B が戦争していれば、B の英雄は A から見たら悪魔ですよ。A の英雄は B から見たら悪魔なんです。こういうふうに変わってしまうんですね。ものを見る位置で。ちなみに、この何でも良き日とか、スーパースターの生まれ。まあ、これに必要なものは何なのか。これがね、謙虚さだと言います。日本語で、実るほど、頭を垂れる稲穂かな。という言葉がありますけれども、まさにその通りで、調子のいい日はむしろ却下証拠、足元を見る、謙虚にすることが大切なのかもしれませんね。密教占星術、宿用される方はもちろんのこと、占術、占いをされる方への助言です。良い悪いという言葉に一喜一憂するのではなくて、その良き言葉、悪しき言葉の次なるものを見つめていただきたく思います。良き内容の時には謙虚さを、悪しき内容の時は向かい風だからこそ飛行機やタコは空高く舞い上がるもの、こうした視点を大切にしていただきたいなと、そう感じて今回のビデオを作らせていただきました。ユーホの言いたい放題、宿用密教占星術の注意事項、欲宿を例に、あらゆる占い、あらゆる占術をされる方への助言でした。ありがとうございます。